医療法人財団東京勤労者医療会、統括病院は千葉県流山市にある医療機関、東京勤労者医療会が開設する病院である。2016年5月1日につくば、エクスプレス流山セントラルパーク駅前の新病院に移転した。公益財団法人日本医療機能評価、機構認定病院、NPO 法人卒後臨床研修評価、 気候認定症発行病院、全日本民主医療機関連合会に加盟している。もともと、東京勤労者医療会や民医連とは、無関係の期医療グループが、1982年に開設した約400章の病院であったが、1年後の1983年に経営破綻した。その後から全日本民主医療機関連合会の支援が行われ、日本各地から医師、 看護師が派遣された。病院の理念は人間の尊厳と患者の権利を守り、安全、安心の医療、差別のない医療、納得の医療を患者様や地域の方々と共に目指します。であり、誰もが安心してかかることのできる病院を目指している。地域の総合病院として、一貧困と格差や超高齢社会に立ち向かう無差別平。 用道の医療と介護の実践、に安全、倫理、患者さんを主体者とした共同の営みを軸とした総合的な医療、介護の質の向上に取り組んでいる。ER 型の救急外来では24時間、断らない医療を行っている。2011年には、風水省の国際的なネットワークである HPH に加盟し、健康の社会的決定因子に目を向け、地域や、 食域の健康増進にも力を尽くしている。2016年5月からは、流山セントラルパーク駅前の新病棟に移設した。病院の理念により、差額ベッド料を徴収していない。現在の病院及び診療所、鹿は、つくばエクスプレス、流山セントラルパーク駅前である。急病院及び統括看護専門学校は、つくばエクスプレス JR 東日本武蔵野線。 南流山駅、または、流鉄流山線、平和台駅、流山駅より、東武バス、京成バスに乗車し、花輪城石公園下車、または、流山駅より、徒歩約15分、新病院移転に合わせ、再編された。ありがとうございます。